彼が優勝する。ともかく一頭が走り出した。正確に俊生の顎の先端を捉え、典型的な脳震盪の症状を作り出した。あたかもピンボールゲームのごとく頭骨内での振動激突を繰り返し生じさせ、さらには崩れ落ちる体勢を利用した左背側による回し蹴りは俊生をさらなる遠い世界へと連れ去り、声を忘れた観客たちはただただ目前の状況を見守るのみ、全てを終わらせた。その間実に2秒。勝負あり。ハンマーバチ、ベストコンディションの姿である。ナイスファイト。